しょうか。今日はね、開催前からたくさんのお客様が、もなかもなかと待っておりました。1年に1回に行われます大イベントでございますが、ちらほらとですね、お店の方ちょっと売り切れが目立ってきているようでございます。すべてね、この期間中、いえ今日だけの破格となっておりますから、どうぞね、 お求めの際はお早めにお願いいたします。さあ、またですね、ブース売り切れましても、所定のお時間ではございますが、各ブースにおきまして試食の方も行わせていただいております。ぜひね、なかなかこう国産魚食べ比べる機会もないと思いますから、皆様こちらのご試食の方もご参加ください。またご試食の際ですね、お並びいただきますときは必ず2列でお願いいたします。よりスムーズにですね、焼き上がったお肉皆さんに召し上がっていただこうと思いますので、試食の際に並ばれます列は2列でお並びいただきますようお願いいたします。さあ、また今回ですね、広いスペースでテーブルと椅子をご用意させていただいておりますが、かなりね、たくさんの方々ご利用いただいております。一人でも多くの方々に座ってゆっくりとお肉ご堪能いただこうと思いますので、お荷物の場所取り等は行わないようにお願いいたします。さあ、それではですね、先ほどリハーサルでも早くも盛り上がりを見せておりました。大変お待たせいたしました。これからのイベントステージにおきましては、 ABEXアーティストアカデミーの皆さんによりますダンスと、そして歌をお楽しみいただきます。それではまず最初のステージは井上さやかさんによるステージです。それでは井上さやかさん、よろしくお願いいたします。こんにちは、井上さやかと申します。よろしくお願いします。少女の跡は今も
とうございます。改めまして、私は福岡県出身、福岡市在住のシンガーソングライター井上さやかと言います。でですね、今歌った曲がシンデレラという曲なんですけれども、このシンデレラという曲を表題曲とした3曲入り税込み500円の CD がですね、今、新生堂のキャナルシティ博多店さんの方で販売中ですので、ぜひぜひ気になった方はお手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。では次で私は最後の曲になりますが、これからもですねステージ続いていくので、ぜひぜひ楽しんで、そしてお肉いっぱいあるので楽しんで帰っていただけたらなと思っております。では聴いてください、フライ。夢見ている気持ちはこんな